皆さんこんにちは、光工務店です。今回ご紹介するお宅は、取得された三角形の土地を有効活用できるように計画した3階建てです。土地の形に合わせて建物の形状を設計しております。外観は白の厚さ 16mm のサイリングにブラックのサッシを合わせました。玄関ドアもブラックで引き締めて、エントランス部分にはオリーブ色に塗装した木製サイディングをコーディネートしております。それではお家の中をご案内いたします。玄関を入るとほぼ半分のスペースが土間仕上げになっております。スノーボード、キャンプ、ロードバイクなどなど、いろんなアウトドアを楽しまれているご夫婦。広い土間スペースはアウトドア用品を土地がついたままでも収納でき、とても便利なのだとか。これだけの広さがあるとメンテナンスをする際にも便利ですね。このお家のコンセプトは山小屋です。そのイメージの通り、壁や天井には木の素材がふんだんに使用されております。さらにワンポイントとしてアンティークの照明が際立つようデザイン。木の空間とアンティークの照明がマッチし、落ち着いた雰囲気を作り出しております。続いて2階をご案内いたします。2階は広々と感じられるように、壁を設けないワンルームのような間取りになっております。天井全体にラワン合板を張り、壁には間接照明を施工。木のデザインをたっぷりと取り入れたかっこいい空間に仕上がりました。リビングはゆっくりくつろげる空間にしたいということもあり、このお家で最も奥にあたる落ち着く場所にレイアウトいたしました。家具や小物を使っておしゃれに仕上げてくださっております。キッチンはオールステンレスのペニンシュラキッチンを採用。料理が趣味のご主人が使いやすく、性能性にも優れ、かっこいいデザインにこだわった一品です。天板のステンレスにはバイブレーション仕上げを施しており、傷や指紋が目立ちにくいようにしております。キッチンの壁にはネイビーブルーのタイルを貼ってアクセントにいたしました。またカップボードは天井に用いたラワン合板と同じ素材を使用いたしました。家具屋さんに依頼し、オリジナルデザインで制作された一点物です。改めてタイルのご説明をさせていただきます。こちらは日体工業の N-FOG という商品を採用いただきました。マットでありながら程よいツヤ感がこのお家にぴったりです。インターホンやスイッチはキッチン近くにまとめました。リッチ部分にも木を用いることでおしゃれに仕上がりました。そして反対側には小さな書斎スペースを設けました。テレワークやちょっとした家事スペースとしてもお使いいただけます。階段前にはお手洗いを設けました。こちらもアンティークの照明やタイルと同じ水色のクロスを貼っておしゃれに仕上げました。それでは3階へ向かいましょう。3階はプライベートルーム、子供部屋、家事室をレイアウトいたしました。洗濯をして乾かし、収納スペースへの動線がワンフロアで行えるコンパクトな動線を実現しております。そして何といってもポイントとなるのがこちらの造作洗面です。タイルは先ほどと同じく日体工業のフィスカルという商品を採用いただきました。貼り方まで指示できるのが注文住宅のいいところですね。1
階と2階に制振装置を設置しているため、3階建てでも揺れに強いという特徴がございます。今回のルームツアーはいかがでしたでしょうか。皆様のお家作りの参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。